こんにちは。第二種電気主任技術者の平です。今回は、電研二種一次試験より、令和元年度から問1の平行平板コンデンサーの変位電流の計算問題を解説していきます。まず、問題文を読み上げます。次の文章は、コンデンサー内の変位電流に関する記述である。文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答群の中から選べ。極板の面積が S で、極板間の距離が D である平行平板コンデンサーがあり、その極板間は誘電率イプシロンの誘電帯で満たされている。誘電帯に導電性はなく、端効果は無視できるものとする。コンデンサーにはあらかじめ電荷は蓄えておらず、時刻 t イコール0において電源を接続して一定の充電電流 I を流し始める。時刻 t カッコ大なり0における誘電帯内の電荷の大きさ E と電速密度の大きさ D はそれぞれカッコ1とカッコ2である。ここで誘電帯内部の変位電流を考える。変位電流密度は J イコールデル T 分のデル D で与えられ、時刻 T カッコ大なり0における誘電帯内の変位電流密度は1陽であり、その大きさ J はカッコ3である。この時、充電電流 I を変位電流密度 J で表すと、カッコ4となる。このことから次の A から C のうち変位電流を考えることで導かれる事実はカッコ5である。 A 電源からの電流が変位電流として誘電帯内を流れる。 B 誘電帯内で一定のエネルギーが消費される。 C誘電帯内に T に比例した自由電荷が蓄えられる。問題の選択肢はこのようになっています。今回の問題のテーマは、問題文の下線の通り、コンデンサー内の変位電流ですが、変位電流自体を理解していなくても、問題文の誘導で解ける問題です。なので、最初の解説は問題文の誘導により解いていき、最後に変位電流と電流との違いと共通点について説明します。ではまず、カッコ1、カッコ2を解いていきます。問題文の下線より、極板の面積が S、距離が D の平行平板コンデンサーに、誘電率、イプシロンの誘電帯を挿入したコンデンサーを考えます。また、問題文の赤の下線より、コンデンサーに電荷が蓄えられていない状態で、時刻 t イコール0で電源に接続すると、回路に一定の充電電流 I が流れます。この時、誘電帯内の電荷の大きさ E をカッコ1、電速密度の大きさ D をカッコ2として求めます。問題文の回路図は、電源とコンデンサーのみで構成されています。では、電解を求めるために、コンデンサーの電圧を求めていきます。問題文より、コンデンサーの静電量用は、C イコール D 分のイプシロン S。となり、回路には電源から充電電流 I が一定に流れるため、コンデンサーの極板には電荷 QT が溜まっていきます。ここで QT と電流の関係は、電流 I が1秒間に流れる電荷の流れであるため、QT イコール IT となります。コンデンサーに電荷が溜まっていくと、
それに応じて電解 ET が極板間に生じます。電解が生じるとコンデンサーの極板間には電位差が生じ、 VT イコール C 分の QT で表されます。この式に QT と C の式を代入するとイプシロン S 分の ITD となります。ではコンデンサーの電解の大きさ ET と電位 VT との関係式は、電解 ET がコンデンサー内部で一定であるため ET イコール D 分の VT となり、 VT の式を代入するとイプシロン S 分の I かける T となります。これがカッコ1の答えです。次のカッコ2の問題は、電解 E と電速密度 D の関係式を分かっていれば解ける問題です。 DT イコールイプシロンかける ET が D と E の関係式で、 E の式を代入すると S 分の I かける T となります。これがカッコ2の答えです。次にカッコ3を解いていきます。問題文の架線より融電体内部の変位電流を考え、変位電流密度 J イコールデル T 分のデル D の J について解く問題です。変位電流密度の式に DT を代入すると解けますが、右辺の微分は変微分で、変微分を簡単に言うと分子のデル T の T の成分以外はすべて定数とみなして微分することで、言い換えると T の成分以外は微分をする際に無視します。よって DT を T で変微分すると S 分の I となります。これは DT の T 成分のみを微分すると求められます。これがカッコ3の答えです。次にカッコ4を解いていきます。問題文の青の架線より充電電流 I と変位電流密度 J との関係式を求める問題です。ではカッコ3で求めた式を I について解くと I イコール JS となります。これがカッコ4の答えです。この式からわかることは、まず電流密度の定義は、ある面に垂直な方向に単位面積あたりに流れる電流であるため、変位電流密度 J と面積 S は電流と同じ単位であるアンペアになります。よって図のように変位電流 JS は充電電流 I のようにコンデンサーの融電体の中を流れていると考えることができます。最後にカッコ5を解いていきます。問題文の架線より A から C のうち変位電流を考えることで導かれることについて選択する問題で、先ほどのスライドで説明した通り、 A の電源から電流が変位電流として融電体内を流れるが正解となります。他の選択肢についてですが、 B の融電体内で一定のエネルギーが消費されるについては、コンデンサーの内部エネルギー U イコール2分の1かける C 分の Q2 乗が融電体内に蓄えられるため、 B は間違いになります。また C の融電体内に T に比例した自由電荷が蓄えられるについては、
実際はコンデンサーの極板に T に比例した自由電荷が蓄えられるため C は間違いになります。以上が問題の説明です。では次に変位電流と電流との違いと共通点について説明します。まず電流と変位電流の違いについて説明します。まず電流についてですが、電流が上向きに流れている現象は、電子が下向きに流れていることにより生じる現象で、変位電流については、変位電流 I が流れている現象は、先ほど問題で解いた通り、電速密度の時間変化が原因で生じる現象で、電子の移動はありません。なので、電流と変位電流の大きな違いは、電子の移動があるかないかの違いです。では、次に、電流と変位電流の共通点について説明します。その共通点は、時速密度を生じさせることで、電流については、電流が上向きに流れている場合、右ねじりの法則に従って時速密度 B が生じます。また、変位電流については、変位電流が上向きに流れている場合、電流と同じく右ねじりの法則に従って時速密度 B が生じます。よって、電流も変位電流も時速密度 B を右ねじりの法則に従って生じさせることができる性質を持っています。この性質により、変位電流に電流という名前が付けられたと思われます。補足ですが、電流と変位電流と時速密度との関係式をアンペール・マクスウェルの式といい、マクスウェル方程式の4つの式の1つとなっています。よって、今回の問題の答えは、括弧1が和、括弧2がち、括弧3がぬ、括弧4がへ、括弧5がおとなります。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。